はい、今ですね、どこにいるかっていうと、欧州のマルタにいます。でマルタのね、海岸の漁村にいるところです。まあ港があるんでその近くにいると今、これから食事しようと思ってるんですけどね、車観察してるんですけどね、日本車が多いです。欧州といえば欧州のメーカーもかなり多いので、そこまでねアジアとかもしくはアメリカなんかも結構多いですけど、ことは、市場シェア少ないんですけど、このマルタに関しては日本車は本当に多いです。これトヨタですよね。でこれイスズのトラック、そしてトヨタのハイエースで、これがトヨタのねトラック。ただね、今見た限りではイスズのトラックね、これまたトヨタのトラックね、これトヨタのこれ何、これハイエース昔のやつかな、タウンエース。これが三菱のパジェロで、これまたトヨタのトラック。まあこんな感じでね、日本車が本当に多いです。でそんな中ね、まあヨーロッパの車はもちろんあります。例えばこのドイツの BMW ね、スコーダで、あとフォード、アメ車なんかもたまに走ってます。これで、ただこうキアっていう、これねどこのメーカーがしてるかわからないけど、韓国の車です。韓国の車ね、まあ、韓国の車ということで最近まあ世界で増えてきてはいるんですけど、まあこれまたトヨタで、このね韓国の車、ヒュンダイなんかも多いですけどね最近ね、まあ日本車の方がもちろん多いんですけど、最近こんな感じでここにある、例えばハイエースで、これね H、 この H 見てください。これこの2つ2台見てください。でこれはねかつて日本がね1965年の日韓基本条約締結するまで、韓国、南朝鮮という国は世界最貧国でした。でその世界最貧国であった韓国にね、我々日本政府は国家予算級のね、資金援助と技術援助をしてきました。実際日本のメーカーね、自動車メーカーなんか他のメーカーもそうなんですけど、実際現地にね、合弁会社を作って技術を教えて、で、その結果ね、まあ韓国が独自でね、その後切断できるようになったんですけど、それに関して全く韓国っていうのはね感謝してません、韓国人はね。でその上反日政策を持って日本を貶めることをしているわけであって、断じてね日本人としては許すことはできないと思います。で、さらにはこんなヒュンダイなんてホンダのエンブレム真似してましたよね。なぜかっていうと、まあ、もちろんヒュンダイってことで H がエンブレムになってもおかしくないんですけど、これはホンダを連想させる感じでやってます。で、これはね例えばそこのホンダしてますよね。まずそのかつて韓国というメーカーね、チャチなメーカーとして、まあ、世界の人々が知られて、今もそうかもしれないですけどね。でそのブランドイメージを払拭するために、当時、日本の車は頑丈で安全というイメージがあった。そのあれを利用して、まるでこれが日本のホンダの会社、もしくはホンダの関連会社、もしくは日本の、ね、会社だと思わせるような、ねものをイメージさせて、まあ、世界で販路を伸ばしてきたわけです。まあそういったこともあって日本に感謝していればいいですよ。例えば台湾の人だったらまあ感謝してるわけですよね、多いですよね。しかし韓国が感謝しない、そういったところを見ると本当に腹立たしいなと思える時あるわけですけどね、まあとにかく日本車、まあこれでも多いですけど、他の家電製品なんかやられてしまってますけどね、日本のメーカーとかにはもっと頑張ってほしいなと私は思ってます。